皆さん、こんにちは。本日は、恩師という言葉を通じて、恩師の存在について、お話をいたします。私にも、私の恩師がおります。今私は本山に奉職しておりますので、その恩師の元からは離れておりますけれども、これまで、片時も恩師への尊敬、それから感謝の念を忘れたことはありません。私の恩師は中途半端だった私の生き方を正しい道へと導いてくださった存在です。先日ですけれども、今日は恩師からたくさんの教えを受けたんですけれども、二つばかり皆さんにご紹介をいたします。まず一つ目は、感じたら動けという教えです。例えば、師匠が、重いカバンを持っていたとします。その時に、あ、カバンが重そうだな、お持ちしないと、先生、カバンをお持ちしますと言って、すぐに行動に移せるかどうかということです。中には、それに気づかない人、あるいは気づいても、まあいいかというふうに、まあ知らん顔してしまう人もいるかもしれません。ですが、自分であればどっちの生き方をするか、どっちを選択するかということでないかなと思います。私の恩師は、このように気づいたら行動しなさい。そういうことを、そういう生き方をしなさいと教えてくださいました。これが一つ目です。二つ目は、させていただくという奉仕の精神です。例えば先ほどのカバン持ちですけれども、カバンを持ったら褒められるからカバンをお持ちしよう。こういう考えでカバンをお持ちするのか、重いけれどもこのカバンを持たせていただこう。そういう相手に対するご奉仕、そういう気持ちであるか。これは同じカバンを持つという行為であっても、自分の心にある考えというのは違うんではないかなと思います。人というのは、何かをすることによって、見返りを求めてしまう、そういう習性があるのではないかなと思います。ですが、見返りを求める生き方をするのではなくて、させていただくのだ。それこそ苦労してでも苦労することを感謝するのだ、感謝して苦労させていただくのだ、そういうことを、私の師からは教えていただいたというふうに思っております。皆さんにも、皆さんの師、道院長いらっしゃると思いますが、道院長からぜひこの生の教えをですね、受けていただいて、でその生の教えを皆さんの人生に役立てていただければと思います。金剛禅の道院長というのは、技術の指導者ではなくして、人生の師であると、その人生、生き方の師匠から、ぜひ皆さん、多くのことを学び、皆さんの人生を豊かにしてくださればと思います。ありがとうございました。